では12月の運勢ですね。12月はこういう風になってるんですね、トンコウ版が。で、白くが真ん中にいて、こっちが月版で、こっちが年版なんですね。で、見方は白くが年版の3匹の真ん中の上に乗ってるよっていう風に言ったり言わなかったりしてるんですけど、で、この3匹は真ん中の中央という場所にいるよっていうことなんです。例えばじゃあ五王はっていうと、白くの上に乗ってるよ。で、白くは北西って言うんですけど、ここね、北西の上に乗ってるよっていうことで、五王は白くの上で北西にいますとか、そういう言い方するのはそういう意味ですね。そのようにテキスト持ってる方見てもらうと面白いかなと思います。まず、12月の運勢と傾向ですけど、まあ12月白く真ん中なので、交際が大切な月になりますから、まあ忘年会とか、あるかなと思いますので、ある程度お付き合いして交際してったらいいかなと思いますね。また海外とか遠いっていう意味がありますので、海外とか遠方の、ご縁があったりニュースがあったりします。3匹中級の年ですから、びっくりするようなニュースがあるっていうことですね。なんで早速あったんだけどさ、 YouTube 聞きながら帰ってくるんですけど、いつもいろんな情報聞きながらね、外務大臣がアメリカの司法で、あなた中国から賄賂もらってたでしょうっていう風に言われちゃったっていうニュースがあったそうですね。で、それが日本ではあんまり取り上げてないんだけど、すごい号外級のすごいニュースらしくて、知ってる人はびっくりっていうことなんでしょうね。私は聞きかじっただけなんですけど、なんかすごいびっくりニュースが入ったな、海外からですよね。そんな感じのことが、まあ、起きますよっていうことですね。で、白くの中級の時は、南東に3匹がいるんですね。もう一回やってみようか。南東に3匹がいるので、ここでね、ここに3匹がいます。で、暗検察っていうのがついているので、なので、突然のとか、気がつかないけどバレちゃったとか、そういう感じなんですよ。なんかそのまんまだなと思って、そのまんまのことが起きましたね。なんで海外のニュースとかちょっとチェックしとくと、そういう時事問題とか知りたい方は12月は面白いんじゃないかなと。面白いっていうか、まあざわざわするかもしれないけど、そういう感じがちょっと予想できます。そして3匹は他にも若い人とかいう意味がありますから、若い人が突然のびっくり事件に巻き込まれるとか、そういうイメージもありますね。11月は南東に破壊がかかっていて風が強かったんですけど、12月も3匹の案件が乗っかってて風が強いかもしれないですね、はい、そんな12月になります。ちょっとこの12月の傾向はこれくらいにして、1年の振り返りポイントをね、これから言っていきますので、チェックしてください。一泊から言うね、一言ですからね。1年の振り返りポイントなんで言うかっていうと、まだ12月と1月と2ヶ月残ってるんですよ。普通のね、暦でやってる人は12月で1年が終わりでもう締めくくりみたいになってるんだけど、気学は締めくくりが1月ですので、まだ2ヶ月時間がありますから、その間にまだ間に合うってことなんですね。で、間に合うっていうのは、今年やり残したことをやるのに2ヶ月の間に完了させなくてもいいんですね。木は最初に立つって言って、始めればそれでいいので、終わりは2月以降になってもいいので、12月と1月の間にやり残していたら、今から私が言うことをやり残していたら手をつけてください。始めるとか調べるとか、そういう風にすると今年の運気まだ取り逃さないでいられるっていうことですから、そのようにしてください。では行きますよ。一泊水星、今年何かにチャレンジしましたかっていうことです。何か新しいことにチャレンジしてますかっていうことですね。してるならいいです。それでもしもじもじしててチャレンジしたいこといっぱいあったけどまだしてなかったとかいうことがあったら、どれか一つでいいので、ぜひチャレンジしてください。では時刻土星、時刻土星は今年人と交流して縁が広がりましたかっていうことですね。今年ご縁を広げる年ですので、まだ間に合いますから、これから出会ってもいいですので、年末年始交流会とかね、名刺交換会とかね、そういう場所に行って何かご縁があるかもしれないですから、人と交流してご縁を広げるっていうことをしてみてください。続いて3匹木星、3匹今年周囲のリクエストに応えましたかっていう
ことですね。三匹木星は今年周りの人からのなんかいろんな依頼とかね、困った問題とかが耳に入ってきて対応してあげるっていう年だったんですけど、どうですかっていうことですね。何かあるはずなんですね。あんまり嬉しくないことかもしれない。なんでそういうリクエストに応えるっていうことをしてください。続いて白く木星です。白く木星の方、今年人に奉仕しましたかっていうことですね。人とか社会とか社会貢献でもいいんですけど、今年は誰かのために奉仕をする年になりますので、全体のために自分を犠牲にしてっていう動きをしていますかっていうことですね。それをしていなかったらぜひやってください、続いて五黄土星、今年自分の楽しみ見つけましたかっていうことですね。自分がこれっていう楽しい趣味とか遊びとか、たくさん遊んでる方はそれでいいですし、今年楽しみましたか、楽しみ見つけましたか、なんかそういうの全然楽しんじゃいけないと思って楽しんでなかったっていう方は、あと2ヶ月遊んで楽しんで過ごしてほしいかなと思います。趣味を見つけるのもおすすめです。じゃあ続いて六白金星、今年改革しましたかっていうことですね。改革チェンジですね。改善改革です。何か自分の内面でも外面でも仕事でも友達関係でも何か自分の中で改革したかっていうことですね、はい、もししてないなら、あ、ここの部分ちょっと変えたいと思ってたから手をつけようっていう風に、まだ間に合いますからやってください。じゃあ続いて七赤金星、今年何かを手放しましたかということですね。あ、なんかちょっとしか入ってこない副業に気を取られてたのを手放すとか、うん、まあもちろんずっとズルズルしてた彼を手放すでもいいですし、なんか手放すということを今年しましたかということですね。今年身軽になっといた方が来年のためにいいっていうのもありますしね。何もしてないんだったらお家の中のゴミを捨てるとかでもいいかなと思いますので、やってみてください。そして、八白土星、今年何かを始めましたか。今年スタートになりますから、まあ八白の方ね、体が自由が利かない貫入だったので、ちょっと木口まで体調不良だったかもしれないから、今からで構いませんので、何か始める、勉強を始めるとか、新しいお付き合い始めるとか、もちろん事業を始めるとかね、仕事始めるのもいいんですけども、何か全く新しいことを始めましたかっていうことですね。そして九紫火星最後ですね。今年何か準備をしましたかっていうことですね。来年からすごい幸運期なんですね、九紫はね。まあ今年から幸運期が始まってるんですけど、今年はその来年に向けて発展する基盤を作る準備をする場所なんですよね。だからまあ例えばお店をやりたいっていう人だったら、今年中にお店見つけてるとか、そうだな、まあ私みたいに鑑定士やりたいっていう人だったら、今年中にブログをもう書いて基礎基盤を作ってるとか、そういうことをしてますかっていうことですね。なのでもしやってなかったら今年から準備手をつけて、来年2月になったらすぐにこう動かなくてもいいので、1年間のうちに動けばいいので、準備、何か準備をしてくださいっていうことですね、はい。そういう1年間ですので、皆さん運気の取り落としがないように、もう一回今の振り返ってみてください。で、2025年の新年セミナー、昨日 LINE で日程を送りましたけど、12月9日から申し込みスタートになりますから、そこでまた来年の過ごし方はお話ししますので、今年の過ごし方をやったら来年っていう風になっていきますから、今年の過ごし方をスキップしちゃうと来年があんまりうまく回らないっていう、そんな感じがありますので、ぜひそこの流れをね、うまくいくように今から準備、心の準備してください。毎月の運勢動画を見る上で開運効果を上げるために、開座の流れのお話をします。九星気学には遁甲盤というものがあって、その原型の形である公転上位盤というものがあります。そこには方位が存在していて、それぞれ方位のエネルギーがあります。私たち九星はその方位に毎月乗るんですが、一つずつその方位を移動するという動きがあります。それを開座と言います。開運というのは生き方や心がけが大事ですので、その開座を読み解いて方位のエネルギーを取り入れることが大事です。先月はどこにいて、今、今月ここに来ていて、そして来月どこに行くのか、その流れを意識することで、あなたが具体的にどういうふうに生きていけばいいのか、どういう心がけをすればいいのかがわかります。
ぜひ毎月の運勢動画を見るときに自分のカイザーをチェックして意識しながらご覧ください。それでは具体的にご説明していきます。まず、トンコウ版は9個の部屋があります。中央に東西南北があり、そしてその間の北東、南西、南東、北西、全部で9個です。その中で水運気と幸運気というものがあります。水運気はこの水色で塗られている部分です。そして幸運気はこのオレンジ色で塗られている部分。ここで注意してほしいんですが、幸運気がいい時で、水運気が悪い時というわけではありません。幸運気は積極的に行動するとき、外に向けて動くときで、水運気は自分の内側に対して意識を向けるときというふうに考えるといいと思います。季節には春があって冬がある、そのように運気にも幸運気、水運気が存在しているというふうに捉えてください。そしてそれぞれ移動する順番も決まっています。その移動する順番も見ながら、自分がどの場所にいるのか、それぞれの心がけをしていってください。では始めます。まず北という場所があります。北という場所は板書というところで、水運気にはなるんですが、何かが始まる場所になりますので、今後の計画をして自分の内面を見つめたり、今後の計画を静かにしていく場所になります。そしてその北が終わると、続いて南西に移動します。南西というところは幸運気になりますので、水運気から幸運気に移動してきているということになります。ここでは準備期間、畑を耕す期間というふうに考えてもらって、先月北で計画したことをここで少しずつ実行に移す基礎基盤を作る時になります。そして南西から次は東へと移動していきます。ここは幸運気がさらにエネルギーが高まっているところで、今まで北南西と準備してきたことを東でいよいよスタートさせる時になります。人前に出て発表したり、積極的に学んでいく、発展させていく場所になります。そして東の次が南東に移動します。南東は幸運気の中でも一番エネルギーが高い場所で、どんどん発展していく場所、いろんなことを積極的に行動できる場所、どんなことをやってもいいです。そしてここは発展していく場所ですので、人との交流も盛んになります。人間関係や人とのご縁を大切にすることで、発展も大きくなっていきます。そして南東が終わると、続いて中央に移動します。中央は東南東と発展してきたものが花開く場所、結果が出る場所になります。ですが真ん中に位置しているため、四方八方からの要望が多く、いろんなリクエストが起きたりします。またいろんなトラブル、いろんなクレームも来ます。そこで腐らずにしっかり対応したことで、来月に向けての実りが大きくなっていきます。中央の次は北西に乗ります。ここは実りの秋を意味していて、中央で腐らずに対応した場合、この実りが大きくなって収穫が大きいです。ただ収穫がある場所ですので、忙しくなったり責任の重いオファーもかかったりして、1ヶ月間頑張るという場所になります。そして幸運期がここで終わるっていうことですね。その次に行くのが西になります。西は水運期の始まりですが、先月の幸運期の実りをみんなで祝って楽しむ場所になります。お祝いするところですね。そしてお祝いして楽しんだ後、本格的な水運期になってきます。西が終わると北東に移動します。北東は今までのことを振り返って仕切り直しをしたり、一旦止まって考えたりする場所になります。そうすることで変化がもたらされます。変化を自分で起こしたり、また周りからの変化に柔軟に対応することが求められます。そしてここで振り返り、変化をして整理して、その後は南に行きます。南の場所も水運気ですが、先月振り返りでいらなくなったものを南で手放していく、整理してすっきりさせる場所になります。お片付けなんかも向いているところです。そしてここで手放してすっきりさせた後は、最初に北に戻っていくということになります。9ヶ月間過ごして、また板書に戻ります。こうやって9つの場所を移動しながら少しずつ成長していって、一周が終わった時には螺旋階段を上るように少しずつ上がっている、その繰り返しで毎月の運勢が流れています。この流れを意識して毎月の運勢動画をお楽しみください。幸運気、水運気はエネルギーが高い場所、低い場所、外に向かう場所、内向きになる場所という風に捉えてもらって、運が悪いとか運がいいという風に考えると、せっかくの運勢を逃してしまうことになります。ぜひこの動画を参考にして毎月の運勢動画をお楽しみください。ホーム
名声が分かる方程式っていうのがありまして、これだとどこでも誰でも暗算ができれば本命星が分かりますので、ぜひ参考にしてください。これ私1967年生まれなんですけど、どうやってやるかっていうと、1967年を1個ずつ足していくんですね。1たす9たす6たす7、そうすると2桁になるので、これも1桁にするんですね。2たす3で5っていう、1桁まで足していって5という数字が出てきます。そしたらキーナンバー11、黄色い11っていうのがキーナンバーですから、11から出てきた5を引いて6という答えが出てくる。これが六白金星、私の本命星という風になります。なので全部足して1桁まで足して11から引くっていうことですね。これ2000年代の方も同じで、2001年の方、2たす0たす0たす1は3で、キーナンバー11から3引いて8が残るので八白土星という風になります。とにかく西暦を全部バラバラにして足して一桁になったら11から引いて残った数の8が八白土星という風になるってことですね。そして、注意として、比較の新年は2月4日になりますから、1月1日から2月3日生まれの方は前の年の生まれ年になります。なので、1970年の1月20日生まれの人はそれに該当するので、1969年生まれの年として本命星を考えてほしいということですね。そこを間違えないようにしてください。六白金星の居場所は、西になります。北西から西に来ています。なので11月で達成して12月からは、引退というかね、エネルギーが弱いところに来てますので、店じまいじゃないけどね、そういう片付けに入っていくっていうところに来たっていうことですね。1月は北東に行って変化改革のとこ来ますので、11月で出来上がって完成して12月で店じまいして、1月でそれを改善していくみたいな、そんな流れのところにいるということですね。六白の運気いきたいと思います。1番の全体運、駅の川、天地比と天山と2つ出ています。天地比は話が通じないよとか、周りにいい人がいない、能力がある人がいないとか、わきまえてる人がいないとか、周りにいい人がいないよみたいな、その代わり残念な人が来るみたいな意味が天地比にはありますね。で、天山遁は退却という意味があります。なので、合わせると12月はあんまりいい人に巡り合わないで嫌なやつばっかり来るから、残念な人が来るから、そういう時もあるっていう風に静かに過ごして退却、その場を去るという選択もありっていうことですね。なんで12月は静観して首を突っ込まないみたいな感じかなと思います。今度海座は西で、年番の五王の上ということになりますので、西は宴会とか女子会とかいう意味がありますから、宴会女子会忘年会参加するといいよ、お誘いあるよって感じです。で、五王ですから、めんどくさい役割やることになるみたいな、幹事やるかもねみたいな感じがあります。また、友達同士、女子同士とか人間関係で問題も出るかもしれない、ちょっと引きずってた問題とかが出てくるかもしれないですけど、多分人間関係ですね、親子関係とか兄弟夫婦もしくは、友達ですね。あと、お金のことかもしれないけど、お金の問題かもしれない、そういうのが出てきます。そういうことが出てきますので、引き受けるっていうんですかね、そういう店じまいみたいな感じって、そういうことになってくるのかな。問題処理を引き受けて嫌な役目をやってあげるみたいな12月っていうことですね。そんな12月です。まとめると、1つ目、話が通じないので静観して待つということですね。誰とも分かり合えない、静観して待つ。2つ目、人間関係の問題処理できるかも。2つ目、周りが嫌がる役目を引き受けるということですね、というのをやってください。そして2番、ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはピータサイトですね。問題処理に力をくれる石です。ラッキープレイスは解体現場ですね。何か解体してるところ。ラッキーフードはチーズ。
そしてラッキーカラーは黄色になります。そして3番目、12月の開運ワークとして挙げたのが、人が嫌がるお役目を書き出し、まあ、例えばさ、排泄物の処理とか、人が嫌がるじゃないですか。あとは三角関係の仲介役とか嫌じゃないですか。まあ、そういうことですね。そういう人の嫌がることを書き出して、そういう役割が来たらやるっていうことですね。周りでそういうのがあったら解決してあげるというか、一肌脱いであげるというか、まあ、そんな感じのために人が嫌がるお役目を書き出すというのをやってみてください。そして4番、星の特徴、六白金星の特徴として、ハラスメントというのがあります。まあ、セクハラパワハラとか言いますけど、ハラスメントっていじめとか嫌がらせっていう意味だそうですね、日本語にすると。なんで六白はそれを持ってるんですね。なんでかっていうと、六白は権力とか権威を担当しているので、権力とか権威を振りかざして嫌がらせするというのが六白の担当なんですね。まあ、これ完全に今日の生き方、六白の今日の生き方に当たるわけなんですね。六白って意外とね、いい立場にいたり、そういう運勢持ってますから、まあ、例えばそうだな、運動神経が良かったりとか、社長の子供だったりとか、なんかそういうちょっといい立場を持ってる人がまあまあいるんですけど、そこから嫌がらせをして上から圧をかけていくっていうのが、めっちゃ六白の今日の生き方なんですね。そういう六白金星は本当孤独死する感じなんですけど、まあ、だからそういうハラスメントを担当しているっていうことは、やっぱり権力と権威のある人のあり方を問われているということなんですね。力があるとか権力があるという人はどうやって生きるのがいいのかっていうことを問われてる星っていうことですね。まあ、やっぱりいじめられてる人がいたら助けてあげる、優しくしてあげる、守ってあげるというのが、まあ、ハラスメントから考える基地の生き方だと思いますので、嫌がらせされてる人を助けてあげるとかね、守ってあげるとか、そういう生き方を選ぶというふうにしてほしい。なんかやっぱりどうしても誰しもがなんか立場が上になってくると権力振りかざしたくなってくると思うんですね。で、六白金星の人は特にそういう傾向があるから、気をつけて、そういう時は優しくする、守る、お世話をしてあげるっていう風に転換していってほしいなという、そういうね、特徴ということですね。参考にしてください。メンバーシップおかげさまでね、70名以上の方に入っていただいて、基盤吉報吉カフェのやり方を学べます。吉カフェっていうのは私が愛称として呼んでるんですけど、正式には基盤吉報って言いますけど、基盤吉報のやり方をなんとなく知ってるんですよね。みんな興味ある人はネット検索とかで。だけど、こう、ネット検索だといろんな流れの気学が出てくるので、なんかあっちとこっちと言ってることが違うって言って、どっちを信じたらいいのっていう感じで、わかんないってなると、せっかくの開運活動楽しくないじゃん。だから、それでなんかぐるぐるしちゃってる人が、メンバーシップやってくれてよかったみたいな感じに言ってもらえてるので、私は私のやってる非番吉報キッチカフェが一番だと思ってますので、もちろんね。なんで、よかったら、メンバーシップ本当にお手軽に入れて、しっかり本格的な情報ですので、勉強されたい方はぜひメンバーシップ入ってください。こんな風に気学を学べる YouTube メンバーシップを始めました。気学をがっつり学びたいというわけじゃない、気軽に学びたい方向け、ライトに学び始めることができます。とはいえ、学びを生かすとこんな未来が手に入ります。お客様の声ですね。気学に出会い、自分というものが分かってきた、一生ものの宝物を見つけたっていう感じです。パートから準社員になった、キッチカフェ始めて180度性格が変わった、などなど嬉しい声をたくさんいただいています。家計に優しい990円で始めることができます。ご興味ある方はぜひ概要欄をチェックしてください。ぜひ公式 LINE の方のご登録もしてみてください。8大プレゼントが当たります。新年セミナー150分全部見れる、2つ目、誰とでも仲良くなれる魔法の相性術、動画16分。3つ目、初心者向け気学の基本18ページの PDF。4つ目、60種類の12子、PDF3 ページ。12子で見るあなたの性格がわかります。5つ目、毎月の開運デーと方位の限定動画、プレゼント。6つ目、ライブで答える無料お悩み相談。そして7つ目、毎日のラッキーフード。7つ目、毎日のラッキーフード。
8つ目、毎日のラッキーカラーですね。これがプレゼントで届きますので、ぜひね、この LINE 登録して全部活用するだけでも全然気分が上がってくると思いますので、ぜひ公式 LINE の方登録して、ひろのの情報をゲットしてください。